ション・ジョン・イオン監督率いるサッカー u ニジ韓国代表チームは20日午前、ソウル市内のサッカー会館で、f i f a u ニジワールドカップ決算記者会見を開催。この会見をもって、同チームの日程はすべて終了した。この日、コーチングスタッフはひとし優勝を手にした選手たちへ感謝を伝えた。キム・テファン・ジコーチは、 ワイオンが実力を発揮し、試合を終えてくれた。高校に入って初めて技術を学んだ。小学生の頃に始めていれば、今以上の GK たちが早い段階で出てくるのだろうと、今大会で最も怖く感じたと明かした。オソンファンフィジカルトレーナーは、今大会を通して、コーチとして感じたことは、 韓国の指導者も海外の指導者に劣らないくらい優秀な点が多いということとし、選手たちも高い身体能力を持っている。スポーツ科学の分野で発展が進めば、より大きな潜在能力を発揮できると期待していると述べた。大会前からワンチームという言葉を繰り返していた韓国代表。監督、工事、 選手が一つになって戦うことを強調してきた。これについて、キムコーチは、監督は権威を振りかざすような人ではなく、常にみんなの意見に耳を傾けてくれる。監督というより、気持ちの上ではひょんと感じている。僕たちは家族だ。三年という長い期間、共に戦ってきた。 ワンチームというよりも家族という思いが怖かったと明かし、愛情を示した。